和田、本当に終わる？ソフトバンクの和田毅投手がアクシデントにより緊急降板した。26日に多摩スタ地区後で行われたウエスタンリーグの広島戦で先発したものの、3回途中に左手の指先に異変を訴えてマウンドを降りた。ゴロを捕球した際に左手の中指に当たったよう。降板後は大事ではないですと語ったが、先発に内定している本拠地開幕戦となる4月2日のロッテ戦に不安が残る結果となった。シーズン開幕へ最後の調整登板の場でアクシデントに見舞われた。2軍戦で先発マウンドに上がった和田は帽子が飛ばされるほどの強風に苦しめられた。初回は無失点に抑えながらも2本の安打を浴びた。2回には先頭の2ランに左前安打を浴びると味方の野線も絡んで2点を失った。3回にはワンアウトから中村翔、中村健に連打を許し、韮澤にはライト前タイムリーを浴びた。続く大森をピッチャーゴロに打ち取った際に左手中指に打球が当たった。2アウト1、3塁で内田に2点タイムリーツーベースを浴びて、この回3点目を失うと、どうか賞気にするような素振りを見せて、そのまま降板。松山英明2軍監督が桑原拓也投手への交代を告げた。3回途中8安打5失点で降板した和田は、最初はまっすぐの感じも良かったですけど、変化球を打たれているので、見やすいというか、いい感じで変化していないのかな、と。最後の方はちょっとボールも高めに行って簡単に打たれているので、指のこともありましたけど、それ以前の問題だと思う。やるしかないというか、それしかないので、しっかり調整できるように頑張りたいと思います。全然まだまだ、いいボールというか、相手を抑えられるボールではないので、良くはないですと語り、表情は浮かなかった。日頃の行いでしょうね。身に覚えがあると思います。因果応報。野球の神様がいるとしか思えない。買い物トレード相手このおじいちゃんで、本当に良かったな。バチが当たったんじゃないの？開幕は大津になりそうだな。今のうちに買いのとトレードしてもらおう。バウアーと噂はを取りに行くべきだな。無理せず、不安を取り除いてから復活してほしい。